そのエアバッグの機能というのを今は室内がメインになっていますけど外観にも持っていきたいということで、例えばフードだとかフェンダーだとか車全体をエアバッグで守るようなそういったコンセプトを表現したいというふうに思っています。車がより乗ってるドライバーだけではなくて街の中歩いてる人たちとのコミュニケーションも優しく取りたい。まあすごく可愛らしいっていうのもありますし、どちらかというと今の車って結構いかつい顔をした車が多い中、やっぱこういったこう丸みを帯びた車が街中で、まあ、たとえ走ったとしたらですね、非常に何ですかね、街の風景が変わるというか、そういったイメージはありますね。プレスリーは自動で充電エリアに向かいます。またちょっとしたへこみも元通りになります。避けきれない姿勢。フレキシブルスマートボディを無限化した超小型モデル。彼女はフレスビーで出かけようとしています。今日は自動運転でよろしく。乗降時は姿勢を変化させ乗り降りのしやすさと走行時の安定性を両立させます。おや、子供が道を渡ろうとしています。プレスリーが止まって道を譲る合図をしています。プレスリーは LED の光とそれを透過する素材で歩行者とコミュニケーションできる機能を持っています。あ、危ない。でもプレスリーの柔らかいボディなら大丈夫。軟質素材を用いたボディが衝撃を優しく吸収します。またちょっとしたへこみも元通りになります。避けきれない衝突でも安心ですね。高速道路に入りました。高速走行時は E ラバーの特性を生かしボディの形状が変化することで空気抵抗を減らします。目的地に到着しました。ありがとうフレスビー。フレスビーは自動で充電エリアに向かいます。帰りも迎えに来てね。